映って困るもん、何も置いてないね。うん、置いてない。大丈夫。はい、ということでね、本日ルンテツ1月は最終日でございました。早かった。ごめん、あくびをしました。マジで早かった。まあね、あの三が日とまあ年末年始公演5日間連続公演がありまして、1日お休みありまして、今日がね1月ラストということでね、早い、もう1月終わりなんだ。早いな、やだ、早すぎ。そして今日はね、あのアフター楽屋トークっていうものがありましてね、あの私も参加させていただきました。まあ楽屋トークといってもね、そんな寸芸トークしたわけでもないんですけど、そう、なんかチェキがもらえるみたいでね、そう、私も記念に撮ってもらったの、チェキ。いや、そしたらめちゃめちゃブレブレだった。いやね、そう、なんかチェキ取るんだって思って、え、私も欲しいって思ったら、そう、なんかじゃあなんかあの高岡さん用に1枚取りますかっつって取ってもらったらブレブレだった。めっちゃブレてて面白かったけど。まあきっと皆さん誰かしらの元に届くものはブレてないものだと思います。一応ね、確認はしてブレてないやつだったので、そう、ゆうやさんお疲れ、はやちゃんさんお疲れ、とサイリウムがで、桃の天ぷらさんハート、ダブルの連続ダブルブレーキの伝説の運転手の林さん、こたつですね、ありがとうございます。オニール大佐さん、センサーありがとう。井田ひろゆきさん、こたつありがとうございます。あくびが、アルミズランクさん、ハートありがとうございます。そう、なんだろう、まあ本日ね1月最終日、もう寝たい。あ、うん、ぶっちゃけね、もう眠いっす。ちょっとでも今日はいろいろやることがこの後も残ってるんです。できるかな今日、寝れるかな私。寝れない気がする、なんか。そう、割と笑い事じゃない。玉国さん、ハートとサイリウムありがとうございます。そう、このあと私は荷造りというね、私にとって一番苦手なことをしなくてはいけないの。はやちゃんさん、ファイトありがとうございます。もうね、顔が絶望してると思う。パンディキャットさん、パチパチパチありがとう。荷造りしないといけない。ゆうやさん、ハートありがとうございます。玉国さん、かわいい、ありがとうございます。いやね、本当に、うん、荷造りが苦手なんです。今日もお疲れ様ありがとうございます。
まあ荷造りって言っても持ってきたものを詰めて帰るだけなんですけどね。そう、はいちゃんさんありがとうございます。センス鬼入れ大佐さん、こたつありがとうございます。そう、エイトコンがあるからさ、私それの準備もしないといけないの。でも今日は寝かせてください。もう今日はもう寝ます。一旦準備して、まあ、お風呂急いで入って、湯船浸かるのちょっとめんどくさいなあ。やば、本音出ちゃったいやでも本当私毎回思うんです、湯船浸かるのちょっとめんどくさいなって思うんですよ。そう、まあ一応疲れはするんですけどね、やっぱ疲れが止めない、取れないから。はやちゃんさんハートありがとう。明日朝早いの？明日バリ早いめっちゃ早い、めっちゃ嘘か、もう5時半起きとかなんですけど、早いんです明日。明日早いんだよかなっぴー。でも湯船に浸かっても何もすることないけんね、なんかそう、朝早いんです5時半起きとか絶対無理な気がする、やばいよ絶対起きれない気がするよ。まあとか言って私起きるとは思うんですけどね。そう、明日頑張れるかな、なんか乗り切れる気がしないよ明日。はやちゃんさんファイトありがとうございます。だからまあ今日は5時間寝れるかどうかっていうぐらいなんですよね。割と5時間は寝れないな、まあいっか、よくないけど最悪、まあ寝る時間は、あーでもあんま寝れないのかその時間も、移動の間もちょっといろいろやることあるからさ、本当は寝たいけど寝れない気がする。じゃないと多分私明日相当怒られます。鬼入れ大佐さんお疲れありがとうございます。今日早く寝て明日の朝やるとか、あー絶対無理、もう自信がない。それだったらもうね、夜どんなに遅くなっても私は寝る、違う、終わらせてから寝ないとね、朝に起きてなんてできないんだよね絶対。そうなのよ、まあとか言って多分寝ると思うんですけどね、移動時間。明日不安、不安だよ。すっごい顔してた今。
ああ、不安、なんか不安だな。いや、明日朝一は無理だ。なんかもう起きれる気がしないもん。マジで。うん、玉国さん、ファイトありがとうございます。絶対5時半起き無理なんだけどっていう顔めっちゃしてる今。ゆうやさん、センスありがとうございます。もう寝そう。え、もう寝たい。本音を言うと、もう寝たいですよ。そりゃもちろん。ただ寝れないんですよ。でもまずお風呂入らんと、そう、温泉にしか入れないからさ、時間制限があるからさ、ちょっともうギリギリまで入ろうとしない。でも配信のアーカイブも見たいしさ、もうやることが、やりたいこととやることがあって、もうてんやわんや、ほんとに。なんかこういう時にドラえもんのどこでもドアとかあったらいいのになって思いますよね。桃の天ぷらさん、ポーションありがとうございます。5時半起き、自信ねえなっていう顔してた今。カラスのかおこさん、センスありがとうございます。マジどこでもドア欲しい。あくびが。あ、15分経ったので、じゃあ今日はここら辺で終わりにしますね。じゃあもう明日無事起きられることを祈っててください、皆さん。よいしょ。13位ファンキーキャットさん、12位ナナタさん、11位キャトルさん、10位モノサルさん、9位カラスのカーコさん、8位飯田博之さん、7位ロミチさん、6位夏目さん、5位アルビンズランクさん、4位 TKHKG さん、3位オニール大佐さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。それじゃあまた明日。おやすみー。ありがとうございました。また明日ねー。